どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も新レジェンドの視野を使っていこうかな、と思ったけど味方サングラ派か。じゃあ役割被るから、ワットソンでいいかな。そうだな、索敵役二人もいらないしな。防御は私に任せて。で、ワットソン取られたー。おいどうするよ。こういう時は第三の選択肢。モサはスコープを使わないって。バンガロール。私は大砲よ。私がジャンプマスターよ。出ました大砲、バンガロール。なんてったって私スパレジェ持ってますからね。ワットソン取られた時とかたまに使うわ。で、あれ、ワットソンいなくね。ああ、回線切れてるマーク出てるぞ。なんで、まだ始まってないのに、私がジャンプマスターなのがそんなに不安だったのか。それは被害妄想が過ぎると思うけど、とにかく、いきなり二人になっちゃったな。まあ二人でも勝てる可能性はある。頑張っていくわよ。味方さんまだ漁ってるけど、銃声するんで様子を見に行きます。おい、一人で突っ込んで死ぬなよ。大丈夫、バンガロールだから。見つかっても木と駆け足で逃げれるわ。さ、状況は。おお、ラッキー。ちょうど蘇生中だ。イージーキルゲット。タイミング良かったな。よしよし、一部隊分のデスボックス漁れるわ。きっといいアーマーもあるはず。でも待てよ、まだ足音聞こえるわ。安全に漁るためにスモーク焚きます。あの部隊と一人で戦うのは無謀そうだな。様子を見ながら、味方さんの合流を待ちましょうか。レース出てきた。これ撃っていいかも。フラットラインプッピョ。ダウン取れるとはな。まずいライフラインに起こされる。なんとかタッチはされてないようだ。てか白アーマーだったしこれ詰めていいかも。今度はボルトよ。あとちょっと、倒しきりたい。追っかけろー。ありがとう敵さん撃ってくれて。おかげで足が速くなって確実に仕留めれた。さあ、これで2対1。人数有利が逆転したわよ。最後の奥端も割れたな。フラットラインで突っ込む。弾がなくなっても。スパレジェがあるんだよー。おお、全員倒した。どうだ、これが2万5000円のナイフの力。いやか金額は関係ねえだろ。でもバンガロールいいなーやっぱ。スキルもパッシブも強いし、唯一スパレジェ持ってるから使ってるだけでテンション上がるしね。レプリケーターが作動してる。とりあえず近くにアークスター投げといて。ブラハさんの方にいるぜ。バルキリーか、飛んで逃げられると厄介だ。一応割れたよ、一発しか当たんなかったけど。とあっちにも敵いるじゃん。どうやって攻めようか。うわ後ろにもいたのか、一旦逃げる。3人残ってるフルパかな。うまく立ち回らないとね。お、あそこに敵見えてるじゃん。ほんとだ。手肉だったか、リロードしちゃったけどミスった。あ、でも倒せたわ。これで一応2対2か。一旦回復タイム。さて次どうしようか。復活されたくはないけど、回復してる味方さんの援護に行くべきか。ダウンしたバンガは上に登ったようだな。くそー、うまく隠れられちゃった。一旦味方さんと合流しよう。って思いっきり敵いるじゃん。相手も驚いたようだな。よし、ナイスナイス。これでもし蘇生されてたとしても人数は同じだ。しかも蘇生したばかりならまだ弱ってるはずだぜ。急いで詰めに行くんだ。よし、バルキリー発見。一発も当たんないのはやばくね。うん、やばい。てか弱ってるバンガはどこに行ったんだ。スキャンにも映らんけど。サプライボックスの裏だったか。死にそうなので一旦建物内へ。回復間に合うかな。カバーしてくれるとありがたい。あ、空爆か？私じゃないよ。そら知ってるわ。ちら、ってなんでわざわざ開けたし。てかなんかいるー。あ、めっちゃローだったわ。回復してなかったんだな。ああ、赤スキル下手くそすぎる。てかバルキリー来てるじゃん。うおー。なんか勝てたー。ボルトの腰打ちで一気に削れたな。やっぱまだ強いねボルト。2倍フラトラに等倍ボルト。かなりいい組み合わせだわ。え、マジ？別パ？ああ、ごめん。それは無理っぽい。さすがに一人じゃきついな。視野のアビリティ食らっちゃったし。ごめん、ここは一旦撤退。後でバナー回収できたらするわ。行けたら行く的な。でもバンガロールの俊敏さなら全然可能よ。待っててね味方さん。とりあえず追っては来てないようだな。って、抜けちゃったよ。まあ見捨てられたって思われてもしゃあないな。ソロになっちゃった。でもバンガロールの生命力でできるところまで生き抜いてみせる。最後の3部隊に入った、ワンチャンあるよ。このローリングサンダーが決まれば。うわ今のホライゾン。もうちょっとエイム良ければ倒せてたな。く、そしてローリングサンダーはノーヒットか。当たると思ったんだけどな。うわあなんでこっち来んの。しかも相手のキャラコンがうまい。ジャンプや屈伸を挟んできて、なかなか当たらんな。くそー？まあ、人数少ないながらよく頑張ったと思うぜ。
あれ、なんでまた二人なの？これトリオだよな。うん、序盤の戦闘でレイスさんが抜けちゃった。私もダウンしたけど味方のライフライン3に助けられて、ここまでこそこそ生き延びてきたってわけ。ゼロキル戦ダメージという数字で、だいたいイメージついたぜ。にしてもバンがマジで強いわ。生き残る力は本当にピカイチ。最初は消去法で使ってたけど、ハマっちゃうかも。今回は普通にピックしたんだな。うん、前の試合がかなり良かったからね。さあ、ついに見つかったか。残り3部隊、最終決戦が始まるぜ。てかなんかこの試合すっごいヒューズ多かったんだけど、最近流行ってんの？たまたま？ワットソンじゃないから、グレネードは怖いよな。とりあえずロングボウで攻撃していこう。まあスナイパーの中で一番苦手なんだけど。チャーライやセンチネルは拾えなかったのか。お、あとちょっと。でもなんで、当たらない。前の柵に弾かれたのかな。まあいい、敵同士戦ってるみたいだからチャンスよ。ここでとっておきのローリングサンダーだ。終盤、狭いリングでの空爆はマジで強いよな。さあ、この混乱に乗じて一気に攻める。一部隊はあの建物にこもってる感じか。うわ、マザーロード降ってきた。でもいいぞ、空爆結構当たってる。扉も壊れたから、テルミット投げまくれ。おお、めっちゃ燃えてる。えぐいくらいダメージ入ってるんだけど。てか向こうでライフライン3めっちゃ頑張ってるな。勝てるよこれ。でもマザーロードが邪魔で詰めれない。やっと炎が消えたな。よし、中の敵はボロボロのはず。一気に勝負をつけるわよ。まずはシェアをダウン。壁際でグラハが回復してるわ。よしよし、これで終わりか？いや、なんか殴られた気が。気のせいじゃなかったー。よしでも勝った。やっぱフラトラ強いな。急いでアーマー着替えて。私もドローンで回復したい。満身創痍、少しの体力が勝負を分けるぜ。スモークでなんとか回復の時間を。ダメだ、サイレンス食らった。さあ打ち合いだ、頑張れ。やばい死ぬ？でもギリギリ耐えたー。そしてヒューズはライフライン3打ってるから隙だらけだ。か、勝ったー。いやー、この勝利は嬉しいな。最後二人で勝てたってのがね。しかも、バンガとライフラ。この組み合わせだからこそ勝てた試合だと思うわ。マジで GG なんだぜ。エイペックスのチャンピオンとなりました。勝ってからも筋トレは欠かしません。さすが一流の軍人。ああ、ハンマー惜しかったのか。でも最後の連続ダウンで、迅速排除のバッジが取れたぜ。結構レアだから嬉しい。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあまた別の動画で会おうぜ。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから。どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。